ここで先頭に立った。カタノケープ、カタノケープ先頭、残り 200m、 カタノケープ先頭だ。しかし残りわずか。ロックアンサー必死に追う。カタノケープ粘る。一気にラウンドポンド、やはり強い。カタノケープ2頭同時に突っ込んできた。カタノケープパレスディライト大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はローヤーロン、ローヤーロン先頭、2番手はフェルナルディーニ、あと 200m、 ローヤーロン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はブルーグラスカット、ローヤーロン先頭だ。先頭はローヤーロン1着でゴール。ローヤーロン1着、2着にはどうやらブルーグラスカット、ローヤーロンアメリカ4冠を制し世代の頂点に立ちました。次に狙うはもちろん世界の頂点です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は片野京都市、片野京都市先頭、2番手はウェイトアファイル、あと 200m、 片野京都市先頭だ。片野京都市先頭、2番手はウェイトアファイル、片野京都市今ゴールイン。段違いの強さです。片野京都市1着、2着はウェイトアファイル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。片野京都市まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はハリケーンラン、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ハリケーンラン先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 ハリケーンラン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はサイレントフラッシュ、ハリケーンラン1着、ハリケーンラン完勝。ハリケーンラン1着、2着はサイレントフラッシュ、勝ったのはハリケーンラン、見事な勝利です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はフリートインディアン。ラウンドポンド必死に追いすがります。ラウンドポンド追いすがります。フリートインディアン先頭だ。フリートインディアン、フリートインディアン1着、2着にはどうやらラウンドポンド、勝ったのはフリートインディアン。見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダンスインザマーチ、さらに突き放します。サザンクラフト迫る。ダンスインザマーチ、ダンスインザマーチ1着、2着にはどうやらサザンクラフト、勝ったのはダンスインザマーチ。見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはカカノケープ。後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 カカノケープ先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はチャームアスリープ。カカノケープゴールイン。カカノケープ1着、2着にはどうやらチャームアスリープ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはカカノケープ。東京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは北斗アンデス。綺麗なスタートを切りました。アグネス・タバスコ前に行きそうです。続いていくのがカタノエンゼル、その外からザガール、並んで10番北斗アンデス、薩摩グラサード、この馬もこのグループ。内からはマニック・ピレネー、並んで3番アイネマシーン、ワーキング・ミレー、この馬もこのグループ。ソシアルゲーム、そのうちに続いています。しんがりからウォッカ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から10番北斗アンデス、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭はまだ10番北斗アンデス、まだ粘っています。2番手はカタノエンゼル、これは絶好の手応え。ここで先頭変わりました。先頭はカタノエンゼル、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はダイバスカーレット、先頭を捉えるか。やはりカタノエンゼル先頭だ。あと 200m、 カタノエンゼル先頭だ。ダイバスカーレット抜けた。カタノエンゼル追いすがります。ダイバスカーレット先頭だ。ダイバスカーレット、ダイバスカーレット1着、2着にはどうやらカタノエンゼル。見事に勝ちました。ダイバスカーレット、カタノエンゼル2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。Thank you.
さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはコスモバルク、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はダイワメジャー、あと 200m。 先頭はダイワメジャー、コスモバルク必死に追いすがります。2番手はコスモバルク、ダイワメジャー1着、ダイワメジャー完勝、ダイワメジャー1着、2着はコスモバルク、ダイワメジャー完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったヘブンリーチェイサー、ヘブンリーチェイサー先頭。2番手はハードスパン、あと 200m ヘブンリーチェイサー先頭だ。しかし後続のアシードもなかなかいい。カーリン抜けた。イングランドスイスと追いすがります。カーリン、カーリン1着、2着は微妙です。勝ったのはカーリン、見事な勝利です。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はカタノケープ、カタノケープもう一伸び、カタノケープ、カタノケープ1着、2着にはどうやら KI ミリオン。これが G1 馬の実力だ。カタノケープ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は肩のエリート、残り 200m、 先頭は肩のエリート、ヤマトマリオン必死に追いすがります。肩のエリート先頭、ヤマトマリオン追いすがります。肩のエリートもう一伸び、肩のエリート、肩のエリート1着、2着にはどうやらヤマトマリオン。これが世界の実力だ。肩のエリート。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のアグネスコメット、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはカタノカラクト、マイネルシーガル。この馬も好スタートを切りました。大隅大道前に行きそうです。これに続くのがオリーブスクリーン、ローレルゲレイロ、そのうちに続いています。内からはソロスリウス、その外からオートリバールド、内からはアドマイヤ大勢、キャッスルデイブ、そのうちに続いています。黒の帽子アドマイヤイースト、その後ろすぐ隣にアグネスコメット、すぐ後ろにドリームジャーニー、青の帽子当選クラウン、その後ろ最高峰にプサイチ鳳凰。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度
10番ローレルゲレイロレースを引っ張ります。その外からゴースミダイド、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭は依然として10番ローレルゲレイロ、ゴースミダイド、ほとんど差がありません。ゴールデンダリア3番手、さあ肩のカラッと前を捉えるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ローレルゲレイド先頭、肩のカラッと先頭、2番手はローレルゲレイド、先頭を捉えるか。やはり肩のカラッと先頭だ。あと 200m、 肩のカラッと先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。残り 100m、 肩のカラッと先頭、ローレルゲレイド追いすがります。肩のカラッと、もう一伸び、肩のカラッとゴールイン、肩のカラッと1着、2着にはどうやらローレルゲレイド。これが世界の実力だ。肩のカラッと